アレクサンドル・ラメットアレクサンドル・テオドール・ビクトール・ド・ラメットは、フランスの貴族、軍人、政治家。フランス革命初期の議会リーダーの一人。通常は、アレクサンドル・ド・ラメットと呼ばれる。6人兄弟の末弟で、同じく、フランス革命期に活躍した兄には、シャルル・マロ・ド・ラメット及びテオドール・ド・ラメットがいる。アメリカ独立戦争にロシャンボを率いるフランス軍の、 大佐として参加した。この経験から、フランスの政治体制を立憲君主制へ移行させるべきという政治意識を持つに至った。フランスに帰国後、引き続き騎兵大佐として軍に所属していた時に、フランス革命が起こった。ペロンヌの代表として三部会の議員となり、参加後は第三身分と合流して、アンシャンレジーム体制の切り崩しに挑んだ。 1789年8月4日の、法権的特権の廃止の宣言では、採択の根回しを行う一人となった。さらに、憲法制定では、王の絶対拒否権に反対している。また、教会財産の国有化の素案を提供した。1790年5月15日には、宣戦布告の権利は、国王類16世にではなく、議会にあること、出版の自由。 ミラボー伯爵が王室と結託していることへの非難、などについて演説を行った。しかし、バレンヌ事件の後、事態が大きく、革命へ向けて進展しすぎていることに気づき、これを引き戻そうとしたが、それは、すでに遅く。1792年4月20日のオーストリアへの宣戦線布告の後、8月10日に北部軍に配属されると、ラファイエットらと共に投降した。 そのまま捕虜として刑務所に入れられたが、母親の嘆願によって3年後に釈放された。イギリス首相、ウィリアム・ピットから出国勧告を受け、ロンドンを出てハンブルクへ移った。1796年にはフランスへ戻ったが、1797年9月4日のフリュクチドールのクーデターの際に、再び出国した。 1800年に帰国後、1802年にバッススワルプ、1805年にランイコールエイコールモゼル、1806年にロエ、1809年にポート、連続して知事になり、帝国男爵にも助せられた。バッススワルプでは、市況も金、道路もを拡充した。ディーニュには、フォワールとブレオーヌカンの川沿いのガッサンィ通りに、 食事を行い、木陰のある道を作ったが、これは、現在も高い評価を得ている。王政復古に落胆し、議会では、左翼の一員として活動した。ありがとうございます。